さあ続いてはじっくりエコチルのコーナーです。このコーナーではエコチル電子版に掲載された特集記事をじっくり学んでみようというコーナーです。今回の取り上げるテーマは宅配便できるだけ1回で受け取りませんかです。今回は環境省脱炭素ライフスタイル推進室の深澤さんが詳しく教えてくれますよ。深澤さん、よろしくお願いします。環境省の深澤です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。深澤さん、10月に入って北海道は一気に寒くなりました。そうですね、ニュースで聞いても北海道ではそろそろ紅葉が始まってきた時期だと聞いています。そうですね、山の色も黄色やオレンジ色に変わってきて、もうすぐ冬が来るなって感じられる時期になっていきますよね。私が住んでいる東京ではまだまだ暖かく感じる日が続いていて、草も木もまだまだ緑色です。とは言っても虫の声が9月ぐらいから聞こえてきていたんですが、その声もだんだん小さくなってきているのを感じますし、木や草の色も夏と比べると少しずつちょっと色が変わってきているかなといったような変化も感じられます。季節の変化を感じながら毎日を過ごしていけると楽しいですよね。そうですね、私の住んでいる札幌では紅葉が少しずつ始まってとっても綺麗です。そして昨日は雪虫も見ましたよ。雪虫、聞いた話だと雪虫を見るとその1週間後ぐらいに初雪が降るなんて聞いたことがありますね。わあ、もうすぐ雪が降るかもですね。そうですね、そろそろ冬の便りが感じられるような季節になってきましたね。ありがとうございます。では今日のテーマは宅配便1回で受け取りませんかです。エコチル10月号の紙面を見ながらお話ししていきましょう。皆さんのお家では通信販売やデリバリーサービスなどで荷物をお家に届けてもらうことがあると思います。そんな時、荷物を1回で受け取れていますか？このグラフを見てください。宅配便の取り扱い個数を2008年度からまとめています。宅配便の数は毎年増えていて、昨年の2021年度は1年間に約50億個も取り扱われていました。50億個、なんかあまりピンとこないかもしれないですが、平均すると1年間に1人当たり約40個の荷物を受け取っていることになるんです。そしてグラフを見ると2020年度、2年前からぐんと増えているのが分かりますよね。これは新型コロナの影響で家にいる時間が長くなったことも影響しているかもしれないという状況です。宅配便ってとても便利で生活になくてはならないサービスと言ってもいいですよね。ただこの便利な宅配便にも問題になっていることがあるんです。これを見てください。国土交通省の調査によると、荷物の約2割が1回で受け取ることができずに再配達になっています。これより新しい調査結果もあって、昨年2021年10月の再配達率は約 12% でした。荷物が50億個あると、約6億個が再配達になっているんです。皆さんは、荷物を再配達してもらった経験はありませんか？エコちゃん、いかがですか？再配達してもらったことがありますよ。とっても便利だなと思いました。はい、とても便利ですよね。宅配便の再配達って届けてもらう立場だと便利だし、また来てもらえばいいかっていう感覚になってしまいがちなんですが、届ける立場に立つと結構大変なんです。再配達にはトラックを動かすので、トラックの燃料が必要になります。そして配達してくれる人の人手や時間も必要になります。燃料を使えば地球温暖化を進めることにもなりますし、今はいろいろなところで人手不足と言われています。働く人たちにも大きな負担がかかってしまうので、宅配便はできるだけ1回で受け取ることが大切なんです。
届ける人の立場や地球環境のことを考えると1回で受け取ることが大切なんですね。そうなんです。それでは1回で受け取るために私たちができることを紹介していきましょう。まず1つ目、時間帯指定を活用しよう。荷物を送るときは配達時間帯を指定できますよね。確実に受け取れる日時や時間を指定しましょう。誰かに宅配便を送るときも事前に連絡して受け取れる日を聞いたり、相手が家にいるタイミングに合わせて送ると再配達が少なくなります。2つ目、場所を指定しよう。マンションには宅配ボックスがある建物もありますよね。最近では一戸建てでも使える宅配ボックスも売られています。宅配ボックスをうまく活用して荷物を受け取りましょう。宅配ボックスがなくても玄関先などに荷物を置く置き配を利用できます。宅配便の会社によってはコンビニでも受け取れるようになっていますし、スーパーマーケットや駅の中に宅配便の受け取りロッカーがあるのを見たことがある人もいると思います。これを使えば忙しい人でも都合のいい時に受け取ることができます。3つ目、運送会社などの受け取りサービスを活用しよう。運送会社のアプリやホームページで配達時間を変更することもできます。突然出かける用事が入ってしまった時などは事前に配達時間を変更しましょう。以上、3つの工夫を紹介しました。英子ちゃん、いかがでしたか？自宅に届けてもらうのが宅配便だと思っていたけれど、新しい受け取り方もたくさんあるんですね。宅配便の会社も再配達を防ぐために新しいサービスをいろいろ考えているんです。これまでに使ったことがないサービスって最初はなんか難しいなって感じることもあるかもしれませんが、一度使ってみると、あ、こんな感じなんだ、あ、意外と便利なんだなっていうのがわかると思います。この社会をより良くしていくために私たちができることから取り組んでいきましょう。私からのお話はこれで終わります。はい、深澤さん、ありがとうございました。これからはできるだけ宅配便を1回で受け取ることができるように私も心がけていきたいと思います。それでは次回のじっくりエコチルもお楽しみに。